どうもプランクトンです、今回はこのパキラを紹介したいと思います。でこのパキラの何を紹介したいかっていうと、これはそもそも100均で買ったパキラです。9年前に買った100円のパキラがどんな感じで成長したのか、そのためのまあコツ、実際育ててみての気づいたこととかやったこととかを紹介していけたらなと思っております。じゃあそもそもこのパキラを買った時はどういう感じだったのかっていうのを言いたいんですけれども、同じ大きさじゃないんですけど、まあ、ちょっと端汚いな、だいたいこれぐらいの大きさにあるものを買いました。でそれがだいたい8年か9年ぐらいになって、まあ何年か覚えてないんですけど、それでだいたい1メートルぐらい、100センチぐらいの大きさになりました。この小さな、最初小さかった100均のパキラを大きく育てたために、まあ自分がやったポイントとしては、まあ、気をつけたポイントとしては2つあるかなと思うので、それを紹介したいと思います。まず1つ目が実勢の苗を買うということです。実勢の苗はどういうことかっていうと、種から育てられたものを使うっていうことです。他にも枝を切って、どういう感じかな、何、枝をこうパチッと切ってそれを刺す、そうすると後から根っこが出てくるっていう、そういった増やし方もあるんですけども、それだったらどうしても寸胴というかこう丸太のような形になってしまうので、そうなっちゃうと大きく仕立てた時に少しバランスが悪くなっちゃうかなって思っています。大体そういった挿し木で育てたやつっていうのは上も切られた状態で振ってて、上切られててそこから横からピーッと芽が出てる、脇芽が出てるっていうので売ってるんで、そうなってくるとコンパクトにパキラを楽しみたいって人はそういう上が切られててっていうのはいいかもしれないですけど、大きく育てたいっていう人だったらちょっとそのバランスが悪くなっちゃうのかなっていう感じはしてます。次に2つ目は、剪定をしないっていうことです。まあそれはまあ当たり前っちゃ当たり前なんですけど、まあ、剪定をせずに、まあ、できるだけ伸び伸び育てるようにしたっていうことです。9年間育ててきて1回も枝は切ってないですね。でも枝切ってないとどうしてもこう1本だけこういう感じで1本だけスーッと伸びていっちゃうんで、下の方には葉っぱが少なくて上の方ばっかり葉っぱが出ちゃうっていう、そしたらこう不格好な形になっちゃいます。でそうならないようにやってたことが曲げるっていう、枝をここがいいかな。どうしても植物っていうのは上に上に、で一番てっぺんにあるところに栄養がいってそこばっかり伸びていきます。だからそれをちょっとこう意地悪じゃないですけど妨げるようにこう曲げてあげると、それのストレスで脇芽が出てきます。脇芽はどっから出てくるかわからないんですけど、前曲げたのがこれですね、こういう感じに曲げて、で曲げることによってこういう感じで元からあったのがこれですね。これに対して横から枝が1本2本出てきました。そして横から新しく芽が出ることによって下の方にも葉っぱが出てくるんで、まあ、少しはバランスが良くなったから、こう剪定しないせずに伸び伸び育てつつ脇芽も増やす、こういったことができました。これがパキラの全体像です。まあ、こんな感じで100均の小さな観葉植物でも少しずつ植木を鉢を大きくしたり、まあ、肥料を少しずつやったり育てていけばこんな大きくなるっていうのが大きくなります。まあ、期間さっき説明したことをおさらいすると、伸び伸び剪定せずに育てる、 できれば実勢の苗を買うということ、まあ、これをやっていったら、まあ、このみんな、まあ、パキラ自体はすごい育てるの簡単なんで、まあ、大きく育つかなと思います。まあ、他にもいろいろ100均スタートの観葉植物とかもあるんで、まあ、そういったものを紹介してこんな大きくなるんだびっくりみたいな
そういう感じをまあ見ていただけたらなと思っています。まあ、他に意見とか、まあ、こうした方がいいってあればコメント欄にコメントお願いします。まあ、また、以上で終わります。